登録のレビューにいるモコって本人。エ <laughs> スト尊厳確かにどこに載ってるエスト6低評価してる人見てみよう何がダメだったんだろうやればやるけどやるほど楽しいしイライラします 初中級者はほとんどのキャラにしょうもない負け方を一度経験することでしょう。一番辛いのはストリートファイター6というコンテンツがこれから長く続き、ネームバリューで一番人口も多い格闘ゲームになるであろうということ。正直このゲームをスト5の長さでやられたら気が見えるぐらい面白くない。へぇ、えーえー、普通に嫌なんだみんな。苦しい。かわいそう。スト5の頃の俺じゃん。俺もスト5は合わなさすぎて、マジでしょうもなかったからな、なそういう格言ームたし。 どんだけ JP 嫌われてんのなあ勝てないおすすめしません209時間やってモコって書いてるけどあのー <laughs> これ僕です <laughs> これ僕ですね なんななん、なん,こなんででそこ,こんなんさ埋もれると思うやん普通埋もれると思うやんストロークのレビューなんて書いてる人いっぱいおんのに人目のつくとこに何であんのこれ <laughs> いやだ普通に裏でそれ食らった時にイライラしていやだって 証拠も何も。だって俺、出てるもん、ここに。レビューを変更しますかって。ほらははははは 今変えとくんで本当にすいませんでしたその時はでも本当に低評価だったんですいやねダイヤ5になってモスマスター目前となった今いやこのゲームは最高のゲームですよ勝てるから楽しい変えとくわこうやって 本人説ない。二百九時間やって、クソゲーなんだもん。<laughs> みんなストレスたわってんだ。んでも、やっぱ、そんだけ、ストローク。が、やっぱ、もう浸透してるってことよ。やっぱそりゃ、こんだけユーザーおったらさ。ムカつくっていう人も、いっぱいおるわけ。それはもう、しょうがないよな。ね。<laughs> に言った別にねうんそんなやってるからこそやっぱ不満も出てくるわけやえーでも俺あれじゃなストロークのイベントいつやったっけあれ18やったっけそれまでマスター行くわうん